ここを抜けりゃ5番マゴールだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが5番マゴールの柱だ。道順はプラン E の次は FGH ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトで魔鉱炉の近くまで行けるの。ピックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。うん、うん。黙って進め。下見なければ平気だよ。案外ずぶてえのお前ら。扉の先が G か。これで開くかな。ダメ？電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえ。これじゃ点検もできないよね。かろうじて生きてるか。動くかな。電力供給が不足しています。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね、四番街の人たち。魔鉱炉をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな、点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔法を消費してるんだね。あった。こうして見ると大きいね。スイッチははしごの上か。結構高えな。俺が行こう。うん、下で待ってるね。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん。
ありがとう、クラウド。までは達成だな。うん、あとは魔航路を目印に。この眉、やつらの巣穴へようこそって感じが。こりゃちっ、どこまで腐ってやがんだこのピザはよ。こっちも電力不足らしい。ちょうどいいじゃねえか、侵入し放題ってことだろ。ちっ、くせえガスをスラムに垂れ流しやがって。ガスのとこモンスターが集まってる。トンネルの中と一緒だ。魔鋼のせいってな。聞い取られてたろ。すぐそこなのに。さっきの通路もダメか。あ、どっかは繋がってんだろ。地道に探すしかないね。あのマテリアの入手経路もな。ねえ、もう一度確認しない？今どの辺だこりゃ。私たちの目指す魔航路は H の先。ああ。でもここまでは H に繋がってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他に繋がってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？
目的地があると気も紛れるし。悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。ヤバいもんは全部スラムに立ち流せよ。熱燃えて負けば。行けそうだな。マジか。怖くね。怖くね。怖くねえよ。怖くね。怖くね。怖くね。ああ怖くね。怖くね。怖え。なんか。すげえファンの音が。おじけづいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。いい風吹いてんな。全然良くない。よそ見ダメだから。おう、2秒。もう目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト、うん、確かそう言ってた。間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよ。 H1 の番号が目印。ああ。こっから一番近いライトっつーと、
あれだな。暗いスラムを見守る明かりは未来までの照らす道しるべであり、太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。け、神羅に照らされる未来なんざお先真っ暗に決まってな。ライト3つ分の電力か。1つ目、残りはあの2つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。けっ、それがどうした。全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。ついていけ。頼られちゃうな。よっしゃ、とっておきだ。まだまだ。どんどんよ。思いやられるのか。通路が動かせるんだ。おお、ぴったりじゃねえか。次のライトはどっちだ。こまめに確認しないと。バカみてえにでかくて助かるぜ。気に食わねえやつらだぜ。お互い様だろ。どうだ。そこ、やってきなさい。よっしゃ、やってやろう。
よ。よし、やっちゃおう。マジかよ。助けねえからな。これで2つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。動きそうだよ。あれは十分だ。神羅に作れんのは偽物だけよ。悪いな。はあ、
戻ってきたみたい。最後のライトは…あのライトで最後。ずいぶん回り道しちゃったね。ここには仲間の目印もないしな。ジェシーとウェッジがいないのもいて。うん。二人のこと、ビックスに何て言おう。きっと心配するよね。ライトまでの架け橋、しっかりつなげろよ。すぐ片付け。じゃなきゃ雇った甲斐がねえ。くっ、いや、これだ。いや、そんなもんかよ。こっちか。どうだ。いや、そっちは任せる。しゃあねえ、やってる。ほら引いてんな。くっ、そっちかいな。念のためな。エロジー、そのままへばってな。はぁ、どうだ。本番はこっからだぜ。お手置きだ。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分だ。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分まで神羅を懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。H1 まで戻ろう。集中していく。エバルには早いぞ。
手抜いてんじゃねえぞ。
から来たか。ビッグスとの合流場所は魔鋼炉へ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン A から Z まであるって言ってた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよ魔鋼炉。探しに出発ってか。換気システムのメンテナンスモードを設定します。作業者は端末にアクセスしてください。ファンの制御装置。メンテナンスモードに移行。制限時間内にロック解除用端末にアクセスしてください。何してんだおい。どいてもらう。手早く行くよ。仕上げだ。悪いな。まだまだ。よしな。叩き切る。切るんだ。
ました。どんな魔女？制限時間内にロック解除用端末にアクセスしてください。認証エラー、認証エラー。制限時間内にアクセスが確認できませんでした。換気システムを再稼働します。換気システム、メンテナンスモードに移行。制限時間内にロック解除用端末にアクセスしてください。
下がれ。てめえだけ目立つ。当てる。けっ、仕上げだ。こま。せん。は。は。うん。電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。再起動完了。リフトに搭乗してください。あばよ鉄くずめろ。魔航路か。暗くて息くせえ。星の命が削られる場所だ。仲間魔航の匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。うん。見ろ、魔航路が呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。俺の見せ場だ。ジェダモン、はあ、おらおら、さあ来い。気合入れてけ。よし、やっちゃおう。
神羅の手の内だ。監視はされていたか。気づいてたなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。もうすぐか。てか、クラウド？ジェシーとウェッジは？どんな感じだ？犯人グループが列車から飛び降りたって、上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク！で、あとの二人は？ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか？口数は減ってね。大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔行路の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子はこれ以上ねえってくらい上場よ。みんなのことお願い。おや、よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。